はい、これから6月に迫ったブレイキングダウン12のオーディションを開催していきたいと思います。お願いします。久しぶりに来てくれた米を、はい、そうですね、今大会ブレイキングダウンの、スポンサーの大会でやらせてもらうことになったので、まあ、それも含めて久しぶりの参加ということなんで、まあ、面白い相手がいたらやりたいなと思ってます。じゃあジョリー。そうですね、僕がまあずっと狙ってた細川とかがいないんで、まあ、どういう風にして今日は誰と対戦できるのかなっていうのでワクワクしてます。サトル、まあ、リラックスして落ち着いていこうかなって思ってますね。ドリーミーダーサーズ。今回ものブレイキングダウンでおなじみの選手の皆さんにも、まあ、オーディション参加者の人たちの腕試し、まあ、力試しみたいな形で、まあ、今日スパーリングしてもらったりもするかもしれないです。まあ、最大5試合ぐらいする可能性もあると。え5試合1人やばいっすってそれ。なんでですか。もしできないだったら帰ってもらってもらいます。いやいや、できます。いやいや、しっかりやります。ナイス。ヒロミカワさんとやりたいですね。あれダメ。日本人で初めて大札幌 KO 勝ちしたの日本人は僕です。いい面なんですか。いいね、いい面してんね。俺とやらない。うん、アンプルキアのいとこのアンポソラです。正方からマジアイトくれたの。おい、マジ多いや。あそこの血筋やばいやつしかない。当たってねえよ。目覚ましやれよ、これ。じゃあ今スパーリングしたら。おい、聞けよ。分かった。おい、触ってんじゃねえぞ、俺。おい、いい加減にしろ、こら。やるか、やるか、じゃあやるか、やるか。では最初のグループの皆さんお入りください。お前、前のオーディションの時と俺とやるって言ったじゃないか。おい、何トニーってやつやってんだ。仕事してんじゃねえ。あれ、いいね、やるならやるぞ。いいね。あ、お前がやるって言ったじゃないのか。あの、前のオーディションの時にカットされたんですけど、あいつが俺のこと蹴ってきたんですよ。俺が自己紹介してる最中に割り込んできて。まあ、一旦自己紹介してもらえますか。ラッパーの酒です、喧嘩で4対1で勝ったこともあります。ストリートで行ってきました。ラッパーだよ。これラッパーに負けてんすよね。あ、だったらお前俺でいいや。ほら、喧嘩の仕方教えてよ。こいつマジムカつくと思ってパパパパーンって殴って、で、それで朝倉みくるさんにじゃあスリランカ人とスパーリング決定でって言われて、お前これ勝ったらお前誰から言って、やばい、取った取った取った。で、やらなかったんですよ、やつ逃げ、弱いやつと試合してふざけんなって話じゃないですか。したい、タラタンに手出されてるから舐めてんのって話じゃない、普通に。お前覚えてねえのか、スリランカ人 KO したじゃないか、俺。うえーおまえかー、おえーおえー、何してんだよ、こっちが堂々と待ってんのにや。殴ることしかできんのか。喧嘩だろうめ。だってやろうぜ今からなあ。おい、ほれ、さらぎが。どうぞ。じゃあ
おっす。喧嘩順位100人企画ベスト8松本っす。正直俺マジ喧嘩しに来たんで、ここに格闘技しに来たんじゃないんですよ。一つだけ言えるのは、あれ俺よりあのでっけえやつ戦いですね。じゃあこの中だと、この中だと、あの体重合わなくてもいいっすか。俺ヒロミカワさんとやりたいっすね。ヒロミさん、サイコパス感が。お前ヒロさん言えやん。お前ヒロさん、顔がマジのサイコパスなんだ。目がやばいんだよ。ヒロちゃん、何やあいつ。あいつあいつガチのサイコパスなんで。あいつやばいぞ。あいつやばいっすよ。ちょっと親近感覚える。一旦頑張って座ろうか。一回戻れる席に。一回頑張って座ろう。大丈夫？よし。一回落ち着いて。一回落ち着いて。一回落ち着いて。やりがいじゃんこれ。あいつ頭いかれてるから本当に。よし、じゃあ次の方。小沢武輝です。今回ここに来たのは、まあ、格闘家として有名になって稼ぎたいっていうのと、あとお母さんが一人で頑張って家庭を支えてくれてるんで、まあ、僕が体を張って。お前じゃねえんだよここは。おめえ喧嘩すかじゃん今から僕とは。あ？松本。地獄ですね。松本やべえな。目がいかれてるやん。ちょ一回落ち着ける？おっし。なんかお医者さんの薬とか服用してない？お医者さんのお薬とかは服用してない？そうっすね。はい。ナチュラル入ってやつっす。おっし。最高は誰かとやりたい人。俺は全員やりたいですけど、ああいやでも今やられたんで俺こいつとやりたいです。やるか。やるべ。おい。お前な。今右どついたのが顔面入ってたでマジで。お前よう止めたわ俺。めちゃくちゃ入るやん。お前いやあいつ結構強い。あ、ほんますか。あいつ結構強い。じゃあ僕やっていいですか。体重差がちょっとあるから。絶対違う。お前が殴ってきたからな。当たり前だろ、目から絡んできたんだよ。あ、当たり前だろ、この前お前が絡んできたの。あっしゃ、俺がやべえ。もう誰でもいいよ俺。もう誰でもやるべ、やるべ、やるべ、やるしてくれよ。サイコと一回スパーリングしてもらえます？そこできる？あ、俺ですか。あ、やります。じゃあ今じゃあ準備します。ありがとうございます。はい、おざます。おめえ言ってるやん、うん、あいつ結構強いですからね。強い。結構喧嘩でもね、頑張ったよね。でもこの子も強いですよ。はい、ファイク。はい、ブレイク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 、攻撃しない、離れて。ファイク。30秒。ブレイク、来いよ。
い出したか、お前。じゃあ殴ってこい、殴っていいよ。思い出したか、思い出したのか聞いてんだよ。覚えてねえよ、てめえなんか。お前、何でお前が覚えてんだよ。来いよ、来い。お前が切ってきたからね。話そう、話そう。まあ、二人試合決定します。トラブルメーカーなんで、飲み行ったら気づいたら喧嘩になるっす。1対4でも勝ったことあるし、襲撃されたこともあるんで、本当は頭突きでずっとこうやってやり続けたいですけど、ね、でもブレイキングダウンは頭突きなしなんで、頭突きで本当はって感じですね。もう俺は上も下も両方見てて、勝っても負けてもまあドロドロ、お前なんかの経験じゃ俺に勝てない。おい、お前喧嘩喧嘩言ってるけど、お前なんて所詮偽物なんだよ。俺が本物だ。俺がきっぱりしてやるよ。鼻折られて本ばっくりっていうかな。久しぶりに会えたね。マジでクッサイコも面白かったけどな。サイコもでも使いたくない。キャラが面白いんだよ。いやでもやっぱ超喧嘩楽しいよ、本当に。うわぁ、すごいぶっしゃってきたくね、アドレナリンが。また楽しい喧嘩やりたいっす。おっす。おい、運営、俺みてぇな最高な喧嘩は他にいねえだろ。最高な喧嘩は飲み会でもう一回させてくれ。なあ、おい、聞いてんのか、おい、これ普段、俺ニート。うん、職業喧嘩屋。ああ働きある動画、ほんとに。ああせか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 言われた通りに働いて。ああ俺には理解できないな。何してんすか。見てわかんねえの、遊んでるわ。なあ、面白いんだよ。普段これやってんすか。お、あ、暇だからな。なあ、早く戦わせてくれよ。もうたまんねえんだよ。もう戦いたくて戦いたくてよ。もう仕方ねえんだよ。俺が最強の喧嘩や松本や、俺や。じゃあ次の方。こんにちは、岡本文太です。今回、オーディションを呼んでもらったの、2回目なんですけど、エイトのオーディションでちょっとチャンス逃してしまって、ちょっと毎日悔しい思いしてたんですけど、覚悟決めて今日来ましたんで、まあ、スパーリングでも何でもしますんで、お願いします。空手18年です。結構強いね。そうですね。あの子のお兄ちゃんなんですね。小町ちゃんの。あ、そうですね。はい、アンブルギアのマネージャーさせてもらってます、コガです。趣味が人の頭を角刈りにすることで、ここにおるおもろそうなやつおったら、そいつボコボコにして角刈りにしたろうかなと思って来ました。やりたい相手としたら、そこのジャニーズくんとか、あっちのジャニーズのパチモンくんとか、その辺角刈りにしたらちょっと借り応えありそうなんで。え、ごめん、決まってる？はい、決まってる。じゃあスパーリングしてさ、誰かと。うん。で、負けたら角刈りかけてやればいいじゃん。いやいや、だから別に。あっちでやる前に、なんでお前、度胸ないん？いや、勝ってからやんないと。なんでなん？昨日勝ってるから。いや、だからそビビってるってこと。誰かとやったらいいじゃん、そんなやりたいんだったら。お前らを狩るのが。いや、お前挑戦しに来てんだから、まずやれよ。なんでじゃん、俺がやって勝ったらお前やるんか。もう全然いいよ。やるんか。うん、あ、ほな、いいっすか、なんか誰か。小町兄貴やれる？自分っすか。できます。角刈りかけて。全然大丈夫ですね。じゃあ一旦2人準備してください。いいっすか、ありがとうございます。はい、冷静に焦らんでいいから。そうそう、いいのよ。いいぞ。あー、見えない。痛い。はい、ブレイク。はい、焦らんでいいからな。冷静。そう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 そ
しだ。もう行こうか、行こうか、もう行こうか。はい、いけ、変態。いけ、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 自分からしたらもう話にならなかった感じですね。アンプルギアの、マネージャー、絶対に角刈り確定やで、絶対にせえよ。続いてなんですが、今回どうしてもここで言いたいことがある方が来てくれてます。ぜひお入りください。今日は志田亮が連れてきました。こんにちは、ライジン出てる須田亮です。そうですね、去年の4月ぐらいですかね、ぐらいからまあちょっと安保とはまあ、SNS でちょっといろいろやり合ってて、やり方がちょっとまあ度が過ぎてるっていうか、まあ正直ちょっとまあけじめつけたいなと思って今日来させてもらいました。よろしくお願いします。須田理をぜひここに呼んでもらえないですか、ブレイキングダウンの舞台に。まあでも試合もし決まるんだったらめちゃめちゃ面白いですね。はい、なんかニワトリが豚を芝居だろうかなと思ってるんで、まあ体重違くてもやってやるっていうふうに、まあ、その当時は言ってたんで。ちょっと話しようよ、トーキングしようよ、トーキング、トーキング、うん、目見たいわ、目見して。確かにな、俺 MMA バカにした最初、ライジン行った時、ほんでその時に俺 MMA バカにして、で俺大晦日が MMA やることになって、3週間で MMA に挑戦した。で俺 MMA ファイターもすごく分かった。でその結果俺は今 MMA をバカにしてない、で MMA ファイターに対してリスペクトも持ってる、でそれでそれを踏まえて今日ここに来て俺に何をさやかったかも教えて。別に伝えたことは何もないけど、ただお前っちゃだけだから。あ、そうなんや、あ、それを踏まえても、お前、豚こら、どすけっぽいから聞いたことや。お前、何だし、そして情けないじゃん、こら。いや、お前な、またこれ、これ。もうええ、もうジョリーええか、落ち着いて話したし。まあ、ほんとに、ジョリー、お前らし。だから、そのな、そのな、ジョリー、ちょい、話したし。いや、ルキア君、ちょっと言うだけ言わせてくれ。お前、やると思う。言うだけ言わせてくれ。調子もんだよ、こっち。お前、黙れ、お前が、お前が調子もんだよ、お前、こら。おい、あ、いつ会ったんじゃ、こら。喧嘩すんの。いつお前と会ったんじゃ。俺と話した。お前のな、おい、聞けこら。我慢したっけ。一回、ジョリー、一回座る。おい、豚。一回座る。なんて。おい、豚。なんて。一回座る。お前のな、ちょっと一回、一個だけは、分かった。黙るから、一言言わせてくれ。こういうのに付き合いたくないの。俺、お前の話に来たけど。だから、俺が言った。お前、黙らせろって。黙らせろ。俺、黙らしてるやん。座れっつってるやん。調子もんだよ、お前、これ。俺は暴力とか嫌いやから、ちょちょ、一回聞け、暴力とか嫌いやから、水とか、な、そういうのにしたって、優しく、マイルドに、後ろからな、鼻がつけちゃうから、戻ろうかな、おい、俺、首締め、助かれ、おら、よいしょ、ちょっと黙らせてもらっていいですか。じゃあ、そこはちょっと椅子置いて、向かい合いで、すでにやんのかって、俺ら格闘家やん、座って話しよう。で、それで、試合するやん、試合したらやん。調子のやつ、てめえケツ飛んだこの野郎。おいおい、てめえケツ飛んだこの野郎。いいよいいよ、大丈夫大丈夫。ケツ飛んぞってなんやろ。ダサくないお前それ言うの。全然お前格闘家じゃないん。あと俺はお前に YouTube とかなんちゃいろいろ晒されたから。お前が喧嘩売ってきたからじゃない。俺晒してねえじゃん。どういうこと晒してないじゃん。これどっちが正しいと思うんですか、格闘家として。だってスパーリングじゃん。意見聞かせてくださいよ。襲撃じゃない。俺に俺喋って待ってな。どっちが正しいと思いますか、格闘家として。俺は MMA のことをバカにしました、確かに。でも俺は今 MMA のことをバカにしないです。尊敬もします、リスペクトもします。その上で今こうしてまだ因縁を持ってるっていうから俺はここに来ました。まあ俺別に、いや、お前言ったやん、それ。いや最初事の発端はそうや、せやけど
別に俺それに関してはもう正直どうでもよくて、お前が喧嘩売ってきたことに関しては俺買ってるから分かった、こんな話どうでもいい、もう、うん、ほんまにだけど、うん、お前は俺は今どう思ってるんか、謝りたいって言ったら今はどう思ってるかが大事じゃん。どう思ってるか、だからあの時のあの決めつけたけど、いや俺と試合がしたいんか、それとも外でしばきたいんか、だから試合したいけどできないから、いやいや、じゃあどうすんの、言ってもらっていいんじゃん。じゃあどうすんの、なんでできないんですか。いや、なんでできないんですか、こっちの問題じゃなくて俺らライジンの問題だから。その試合できないっていうのはそのファイトマネーの問題ですか。ファイトマネーもっていうか、まあそれもそうなんだけど、それよりも今契約の問題なんで。契約の問題は別に多分僕が榊原さんに言えば出れると思う。言えるんだったら言ってもらっていいですか。ああ、要するにブレイキングダウンに出ていいか聞けばいいですか僕が。じゃあ一回聞いてもらいましょう。いいじゃないですか、みぐるさんのせいで言ってるんで。じゃあそれで、はい、その場合ってこのルールでやってくれるんですか、1分。ああ、いいですよ、全然、うん、ブレイキングダウンルールで OK です。ただグローブだけは変えてほしいです。素手とは言わないんで。あのライジングローブとか、うん、薄いやつがいいです。うん、別にいいよ、別にいいよ、別に無差別、体重なしで無差別で、うん、もちろん一時減量するつもりもないんで。分かってる、俺も別に減量しなんか思ってない体重なんか関係ないと思ってる。まあ結論、俺は男として引かれへん戦いがあるから、あの戦うんやったら戦うから、その時はやろうよ、それでいいやん、うん、な、それでもうけじめでいいやん、それですっきりしようよ、うん、お互い、うん、うん、やろう。もうグータッチする気な。なんで、あ、じゃあいいわ、別にやらんで。じゃあ一応試合決定しとくんで、もし許可下りなかったらなしになるんですけど、はい、そうですよ、うん、やろう楽しみにしてるわ。当たり前じゃん。おう、やろうな。お疲れ様です。お疲れ様です。ちょっと暑いんで、シャワーちょっとさて浴びてきます。わかりました。めちゃめちゃいいっすね。髪の毛もサラサラになるし。俺そもそもさ、はい、良すぎて投資したの。え、そうなんですか。最初ね。はい。匂いこっから匂ってくるもんな、この香り。でしょ、あの妖艶な匂いがするでしょ。めっちゃあれなの、女子受けんよこれ。あ、確かになんかいい匂いするって言ってますもんね、みんな。女性がそのみんな事務所の子たちもみんな使ってくれてるし、はい、俺たちがこのシャンプーした時に女の子と遊ぶと、はい、めっちゃいい匂いする。モテるよ。モテたいっすね、さすがに。マジで。でもめっちゃいい匂いでしょ。めちゃめちゃいい匂いです。ぜひね、概要欄の方皆さん貼ってあるんでご購入いただけたらなと思います。匂いよし、泡立ちよし、髪の毛がサラサラになるのでぜひ一度お試しください。どうも、はじめまして。シンガーソングファイターのゴールです。僕ファイティングネクサスって団体でプロの試合で歌いながら MMA やってます。去年タイトルマッチに出たんですけど、ちょっとその前にあの詐欺に遭っちゃって、そのせいで練習できてないんで格闘技に向き合える環境を作りたいなって思って、富山県からなけなしの金で片道分の夜行バスだけ今買ってここに来ました。やりたい相手は歳三で、歳三じゃあ今からやる？あ、やりたいです。あ、いいっすよ。じゃあ、じゃあよろしく。意識的気をつけて、倒れた相手に攻撃しない、反則気をつけて、じゃあ離れて。攻撃しないよ。はい。
トシゾーかな。うん、トシゾー。はい、みな、やったお願いします。崖っぷちです。あと3試合ぐらいしてもらうからよろしくお願いします。じゃあ自己紹介お願いします。はい、チェン・ジャックと申します。オーストラリア人です。で、僕なんで来たかっていうと、やっぱブレイキングダウンって僕教育に悪いなって思ってるんですよ。動物みたいな、なんか本当にもうなんか喧嘩買われたらすぐ手が出ちゃうとか、本当に今日僕なんか動物園見学みたいな。うわっ、うえ、動物園から危ないぞ。ああ、それだから動物って言われる。だから動物って言われる。動物園。あ、別にやで、気張っとけよ、危ないからお前、気張っとけよ。誰とやりたいの。まあ、まあ、いきなりうわって言いました。勝てる。じゃあ、てるくん、今やっちゃえば。今じゃあ、今から僕飛びかかりますよ。いやいや、スパーリングってことです。あ、スパーリングしますか。しますか。はい、じゃあスパーリングやりましょう。声がちっちゃくなってきて大丈夫か。大丈夫です。空手やったんですかね。空手はちょっとちっちゃい頃やってて、で、最近やってたのがクラブマガっていう、まあ、そのイスラエルの護身術みたいなのがあって。ちょっとテル君にクラブマガ見せて。これ、まあ、俺の顔面しばかんといてください。ナイフできたら、じゃあ行きますね。ナイフ、まあ、ナイフとかもあるじ。じゃあ行きますね。ナイフ、例えばこう来たら、今刺さってたね。今完全に腹に刺さって、確実に刺さってる。ちょっと刺さっちゃいました。頭使える動物やったっすね。こういう選手組みたいっす。俺組みたいっすよ、試合。ラージハイ君とか今スパーリングできます？全然いいっすよ。じゃ あの準備してください。アパレル業界で一番有名で喧嘩が強いともやっております、今はね、誰もが知る、ベリンダというアパレルブランドを経営していて、まあ、若者からね、圧倒的な知名度。俺も知らない。俺知らない。俺知らないよ。それは多分 SNS を見てないです。俺も知らないな。え、みんな知ってるんですか今。あ、もう若い子は大体知ってる人。ベリンダ。ベリンダ知ってます。お、井上君。知ってる。自分のブランド今着てないの。あ、これです。そのスーツか。そうなの。あ、このセットアップですね。そのマフラーも。で、まあそのベルトとマフラーは違う。ベルトとマフラーは違う。ベルトとマフラーはこれはブランディングですね。言うたらここまでいけるよっていう。対比がすごいですね。対比が2人のこっちばっかが視界に入っちゃうの。どうしても申し訳ない。こんなに目立ってしまってすごい対比がすごい。どうしてもそっち見ちゃうの。申し訳ないです。いると思うんで。ブレイキングダウン9で、出場させて、あ、オーディションで出場させて、はい、スパーリングして、1勝させていただきました。すごい暴れてた。はい、実は筋肉は使えるんだぞっていうところを今回見せれたらと思ってます。今スパーリングできます？できます。その格好できます？あ、いいっす。お願いします。じゃあ1回準備してください。え、これでやるってことですか？はい、あの靴は脱いでもらって、マフラーもつけといて。その方がやっぱりこう今までの人と差別化できてるし。ああ、自分は服着ていいですか？いや、着ない方がいいでしょ。あ、着ない方がいい。それ大丈夫？出ないよね。はい、それ出ないよね。ちょっとでかいですけど大丈夫です。最悪モザイクいけるの。大丈夫です。じゃあ OK です。大丈夫。出た方がいいよ。植木手側は面白かったんだな。いや、なんかダメらしいですね。あと服の穴がすごい、ポッケがたくさんある。はい、はい。
じゃないよ。口を上げて。はい。ラスト、ラスト、ラスト。なんか面白いんじゃないっつ。高い。今回こそ本戦お願いします。彼はずっとオーディションだな。オーディションスパーリング枠。登竜門に座らせたのか。登竜門行こう。一回登竜門座ってもらって。ありがとうございます。なんかおもろいんだよな。面白い。体つきも。OK です。アンポルキアのいとこのアンポソラです。俺は岡山の田舎から出てきて、ここ東京で喋り方似てるね。声もちょっと似てるね。成功するために来ました。で、俺はやりたい相手が大阪喧嘩自慢のあのリキ、お前とやりたいの思ったんだけど、どう？誰？リゲンちゃんいとこ。もうやろうや。気合入ってんのお前。もう気合入ってる。ちょ、お前見て、いけら思んないね。何が？喧嘩自慢なんでもないね、お前みたいな。喧嘩自慢関係ない、俺血つながったのに。まず俺だろ、ゴミ屋だろ。まずゴミ屋買ってたの。いやいやいや、喧嘩だから。お前の相手を俺だろ。お前の相手を俺だろ。お前さ、絡んできたな、お前もこれ。お前よ、な、余計なことする。いいねいいねいいねえかえかやろうやや ろ, やろうや2人2人おい2人おい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 あいつおい俺やられたからやりだしとんねん。おいおいおいやおいおいやがってこいんごわ。おいおいやめとったらあかんぞ。これおい気合入ってるのやろうや。おいやろうややろうややろうや。お前ええよ、メカとルキアのいいとこでいいじゃん。メカとルキアのいいとこでよくないですね。えわ、楽しいよ、ブレイキングだ。おい、俺がなかったんじゃん。マジで楽しいよ。やろうや、やろうや、なあ、おいメカ君やろうや。そこじゃ試合決定します。格闘技やってるんすか？格闘技、今ルキア兄ちゃんと一緒に教えてもらっとるっすね。メカ君強いぞ。おお、お前出れないよ、ほんとは。ルールは試合もできんから。はい、ルールはルール何でもいいね。じゃあルールやるやん。ルールやるか。何でもいいよ、俺。殴り合いしようなと。殴り合いしようや。楽しみや。楽しもうぜ。楽しもうや。あそこの血筋、やばいやつしかいない。アンポ、ルキアのいとこなんで、まあ、よくはないんじゃないですか。殴り続けて、あんなに切ってたやつも、嫌な顔するのがすごくたまんないんで、可愛がってあげます。いや、僕ほんまに負けたことがなかったんで、とりあえず自分がもう馬乗りになってこう黄金するみたいな、もうそれしかなかった。で、昔からしたいなと思いながら、まあ自分でなかなか一歩踏み出せず、で、そんな中、絶対これ今やっとかんとこの先後悔するなと思って、で、ルキア兄ちゃんにちゃんと連絡取って、今年の1月に行った時に、まあ初めてやられて、もう格闘技に対しては本気っていう姿はほんまにかっこいいですね、ルキア兄ちゃん。その背中を見て僕も同じようになりたいなって思ってます。眠たそうな顔すんなよ、お前。ひだだねって、これお目覚ましてやれよ、これ。やめてやめて、グラウンドやめて。ひな壇のなんか格が落ちちゃうんだよ。俺とやりたいやつ、とりあえずちょっと前行ってやるや。売れたっつってんの。16分かなきゃ得意なんじゃねえぞ、俺。お前らや。ワールカップ2期やらせる。レオ一択で一応考えてます。まあ、今日はちょっと関谷裕二郎に剣道に来て、俺がやってろか、今から。俺が今からやってろか、そこでやるか、やるか、じゃあやるか。
ブレイキングダウン12本戦は6月2日にアリーナ立川立飛で開催。ただいま定価の 10% オフで会場チケットが購入可能なお得なアプリ先行割チケットを発売中。数量限定、期間限定のお得なチケットをお見逃しなく。ペーパービュー前売りチケットも発売中。詳細は概要欄、コメント欄からお問い合わせください。ブレイキングダウン公式アプリブレイキングダウンクラブでは、オーディションでの裏側、アプリでしか見られないコンテンツを配信。さらに公式アプリの有料プランになるとペーパービューチケット、会場チケットがどこよりもお得に。詳しくは概要欄、コメント欄からお問い合わせください。ブレイキングダウンハードパンチャーアーケードは全国のギーゴ約170店舗で200台が絶賛稼働中。全国月間ランキング上位者は次のブレイキングダウンオーディションへの参加権利が与えられます。ただいま5月大会開催中。プレイ後に表示される QR コードを読み込んで全国ランキングに登録。ブレイキングダウンへの道を切り開け。ブレイキングダウン12を一緒に盛り上げてくれる企業様を募集中です。豊富なスポンサーメニューを用意していますので、まずは資料からでも概要欄、コメント欄からお問い合わせください。ブレイキングダウン12では大会を盛り上げるボランティアの方を募集しています。ボランティア活動を通じて大会の裏側を体験するとともに、参加者との交流を深める絶好の機会です。ぜひこの機会にご応募ください。詳細は概要欄のリンクからご確認いただけます。ブレイキングダウン12はシルクザリッチのほか、剣国、鬼丸ホーム、ギョーギョーギョー、ポスティングテクノロジーズ、その他ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。